独特の緑色が印象的な風景画で知られる画家豊田三郎氏は、1908年、現在の福井県福井市美山地区に生まれました。帝国美術学校を卒業後、地元中学の美術教員となり、74歳で画業に専念してから、数々の国際的な賞を受賞してきました。100歳を過ぎて次100体の連作に挑み、現在も故郷の風景を描き続けています。私は絵描き野郎ですから、お話をするっていうことは本当は下手なんです。今日はね、こんなたくさんの人の前で私がお話をするなんて、私にとっては生涯の最悪の日でございます。101歳になるかならんかぐらいの時だったと思いますね。だけど、もう体がダメになりましたね。そうですか。まだまだ絵が、目的の絵はまだまだできませんから。だからまだ死ぬんですけどね。体がだんだんダメになりますからね。だんだんスピードが遅くなりますね。そうでしょうね。まだまだ、まだ20年ぐらいないとダメですね。人間ってそんなくだらないもんじゃありませんよ。素晴らしいもんですよ。そのことをはっきり自覚をして、そして喜んで働いてください。あそこなんですよね。まあこれ書いてるんですけど。あ、そうですか。トヨタグリーンですかね。あの絵の具があるんですよね。トヨタグリーンってね、3色あるんだね。それをお使いになってたとこ書いていらっしゃる。もうまだダメだから。まだこの下になったんです。こんな思うよね、書かんと。ああ、そうですか。できるんですよ、できるまでやるんですよ。この大きさのはね、はい、全部作る。なるほど。すごいですね。こっちで来ましてね、あの赤い絵のあれね、はい、あれを、あ、これですか。あれを見つけて喜んでるんです。はい、あのね、はい、それは犬のあれやね、その巣の、はい、一年生、こっちの赤いの犬のやつは、はい、1年生くらいです。ああ、杉のないよね。その次が2年から3年にかかるところ。ああ、そうですか。向こうの方の、みんな会えたとこは3年以上経つのに、みんな打つ、野生を打ってしまった。両方って言うんです。杉の両方です。両方、苗の、はい、苗の畑に、こんな場面があると思わなかったの、よかったです。船津神社、林の中を、中の感じを描いたんです。100年描こうと思っていたんですけども、簡単に描けると思ってたら、100年なら100年ってもらわれて、100体ってのはね、大変ですもんね。しかも100歳過ぎてからでしょ、はい、ね、描きたいと思われたのはね、2月いっぱいまではだんだん赤くなるんですか。みんなが冬が赤くなるなんてことは知らないんですよ。そうでしょうね。人間っていうものはね、もうちょっとなんかするとすぐずるけたかった。で、悪いことなんかすぐやりたかった。こういうね、人間っては人間の性を持ってる間はどうしようもないんですね、これね。ところが、そういう時に
ゴッドという言葉を加入してくれる。私、これを、ね、キーワードとして、これを持っていただきたいと思う。ポケット入れといてください、これはね。それでね、なんかちょっとずるけたくなったね。もう今日はやめない、やめた。ずるける。それから悪いもの、ね、誘惑分よって、そんなもんばっかり飲んでたら、みんなもきっと癌になって、病気になってしまうぞというようなもんでも、そういうものはちょっと魅力があるんですよ。そういうような悪いこと、ね、続けたくなった、そういう時にはね、ポケットに入れててね、その球をピケッと回してください。こっちんと言いますからね。こっちんって言うたら、こっちが出てきますからね。またずるけたくなった時にはちょっと回すとポチンとパッと出てくるから、そういうことができるから、人間はずるけられない。一生懸命って働かんな。そういうためにこの国旗という言葉はね、私は大変好きなんでね、若い時からずいぶん豪華になりました。これ良かったです。もう大事にしてください。臭いと思われて。いやいや、もう私もだからね、今までこれで4年ほどの間にそれだけやったんです、うん、はいはいはい。これからあとそれだけすると、うん、20年ぐらいかかる。